ダル VS 山本。ドジャース山本由伸投手25のメジャーデビュー戦が、21日に韓国ソウルで行われるパドレスとの開幕2戦目になることが3日日本時間4日、確実になった。投げ合う投手はダルビッシュ有投手37が濃厚。ダルビッシュはオープン戦のマリナーズ戦に先発し、4回途中4安打2失点、6奪三振だった。昨季の WBC で共に戦った侍ジャパンの仲間同士の対決がいきなり見られそうだ。山本は28日のオープン戦初登板ではレンジャーズに2回1安打無失点と好投し、本当に野球が楽しいと実感。1年目での開幕投手となれば日本人初で、メジャーでも81年ぶりの偉業だったが、デビューは2戦目に回ることになりそうだ。2戦目は3日のマリナーズ戦で先発したダルビッシュが濃厚。昨年3月の WBC で世界一に輝いた2人が、激闘から1年を経て、ソウルで投げ合うことになる。想像してた中で最高の形。なんとなく予想はしてたけどさすがに熱すぎる。どっちを応援すればいいんや。日本人野球選手のメジャー挑戦が多くなってきて、こういう対決もいっぱい見れるのか、すごい時代になったな。大谷対ダル、山本対キム・ハソン。NPB 史上最高をいきなり証明できるじゃん山本。もう日本でやれよ定期。しかも時間は夜7時とかやろ。激熱すぎる。今から楽しみでしょうがない。なんじゃ今 Q チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。